はーい、始めましょう。よろしくお願いします。では、うん、フランソワ先生が、えっと、日本語の勉強に、えー、興味を持ったきっかけを教えてください。はい、じゃあ少し変わってるけれども、僕の,、うん、あの知り合い、うん、が日本に行くことに。うん で,で僕を誘っって行っただけです、うん、です日本に行った時にはまあ日本に興味がなかったですので <laughs>、まあ、多分見てる人と違うんですね。でうん、うん、全く期待しないで行ったんですよ。それであのと,あと元はちょっと香港との勘違いをしていて、うん、あのみんな英語話せるかなと思って行ったらみんな日本語話せなかったので、うん、いやーちょっといい人だけど英語 話せないし <laughs> 話し通じないいい人にいろんな人に会ってや心が伝わるけれども言語は伝わらないのでフランスに戻った時に、うん、その悔しさあの話せない気持ちを日本語を勉強することにしたんです。ってこと日本に行ってから話が通じないそしたらフランスに戻った時にはやっぱり勉強しようかないろんないい人に会ったけど言葉が通じないから。うんうんうん

いやそうです。興味なかったですね。音楽とかも全くわからないで行ったわけですね。うん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 えあ、ー、そうだったんですね。あ、じゃあかなり、まあ、うもうレアなケースですね。他の生徒さんと比べると。知らないで行った。おおないった。なるほど。でもそれが良かったのかな知らないで行ったのがそで,、ね、でその後はまあその中でちょっと面白いきっかけがあって、うん、あつくばというところで、<い> まあ、勉強じゃなく行ったんですね。はいはい、で、そこであ。ある建物の上に上がったら、はい、着物の、あの、売るところがあって。えー、で、そこである小さな路線です、ね。まあ、六歳くらいの路線が、着物着てて。 全部丁寧に紹介したしてくれたんですね。で、なんとか、あれがなんとかでございますとか、なんとかでございます。で、全く通じないです。あと、学生だったから、お金がないし、多分、ジャージで着てたわけですね。だけど、丁寧に全部紹介していただいて、あと、嫌いな日本語で紹介してたんですね。それがあ、やっぱり、言語、この、あと、丁寧語は美しいなと思って。うんうんうん それで覚えようと思うんですね。<ー>なんか美しいそ音,音の美しさがです、ね、好き。えす。あ、そうなんですか。あ、でもありがたいです。じゃその着物の語りあの感謝ですね、私たち日本人は。そうですね。そうですね。うん、それから、まあ、あと、今日、まあ、初対面ですから、それを言うのはあれだけれども、外国人はあの日本語で話しかけてほしいですね。まあ、<ー>英語で話ね話も大事だ,べきだけれども、<う>日本に住んでるからね、私は。あ たまに Hello! とかって言われるけれども、ああ<ー>、こんにちは。こんにちはもういいでしょ。うーん、h e l はちょっとテンション下がりますね。<laughs> ああ、わかります、ね。まあまあまあ、それです、気分によりますけれど、えー。うん。それがいいです、えー、じゃあ、フランソワ先生はな夏ジンベイ来たりしますじゃ着物とかも好きです。着物とかジンベイとか。<laughs> あ、いや。 いや京都に少し滞在してたときにはそれやってたけれども、うん、でも少し変人にね、見られるから、<ー>そ,うそうですかモンドンあの当は、ね。和服が大好きですね、本当は。あと、伝統、昔の日本が好きです。あ<ー>ですので、そうで和服が好きで、<ー>人名は、まあ、皆様のようにっていうけれども、うん、一番日本の数に合うと思いますよ。私は仙台です、もともと。うん ですね、仙台お高校まで、そうなんです。雪大好きで、雪も寒いのも大好きで。いでね、はい。で、えっと、はい、大学から東京です。大学から仕事して10年ぐらいしてからパリに来ました。ヒントっていうかなわかんないけれども、文法で説得で考えないので、文法はまあやっぱり必要と思いますけど、うん、練習して、うん、先生と、ね、練習して、また友達と練習してて、うんうん どんどん慣れるということで、筋トレのようには僕は思ってません、ね。文法ですね。文法を使う必要がありますけれども、うん、理解することで、なんかね、あの僕の生徒さんにいつも言ってるけれども、あの、まあのま一郎はちょっと古いかな。あの今、大谷ですかね。大谷翔平の野球。<に>まあ、教えても、ね、やり方を教えても何回も何百回も何万回やらないとやっぱり体動かないじゃないですか。頭も多分同じだと思いますので、 なんか文法を理解っていうよりも文法をあの何度も練習して学れる必要があるかなと思ってます。ええー、でも偉いですね。なんかそういうのって本当に言葉が好きじゃないとできないというかもともとフランソワ先生ってこう何て言うんだろう言葉だったりとかものの仕組みみたいなのに興味がある方ですか いや,いや、いやい今の仕事は好きですね、だからあの言語を知るのがとても好きで、うん、やっぱり先生になる人たち、僕の知り合いがあのいるんだけれども、絶対教えたくないのか、<お>なんでわからないかということを、<laughs> なんで分かってくれないかって、イライラする人がいる。僕らは多分違うんです、その相手はどうして分からないかって知るのが楽しいと思います、<あ>じゃないとつらいんですよ。 ね言語だけじゃなく先生が講師になる人はそういうもんだと思います。どうしてわからないか気になるのがう,、ね、うん気になる、うんうん、そのまあ頭の中でどうして何が何があの邪魔になれるかっていうことをうん、うん、その壁を壊す、ね、一緒に壊すという講師の目的かなと思っています。確かに確かに。わあ、じゃあ、フランスさー先生、もともと教えるのは好きですか人にな。 もとか元は歴史の先生になろうと思ってたけれども、うんでね、まあでも諦めて、うんうん、あと言語、でも言語楽しいね、やっぱり。うん、あと話をするのが好きですから、うん、あそうですね、そうそう人に会うのが。ねね、歴史を好きってことで、え日本それはどの国の歴史もオッケー、日本の歴史もオッケーだし、フランスの歴史も好きだし。あ<ー>でも今日は,は子供の時だったので、フランスの歴史。うん でも先生が良かったんですけど、でも日本の歴史に少し興味ありますね、もちろん。おおえ、じゃあ、フランスの歴史の好きな時代と日本の歴史の好きな時代を教えてもらっていいですか私も歴史好きなんです。えー、フランスの好きな時代をそうですね、うん、ちょっと待ってください。あ、そうですね。ああ、そうですね。僕はフランスだけども。だけど彼の、そうです。本当に対しての役割、あと、うん まあそれが日本につながってて少し明治に似ていると思いますねあのまあ時代が違うホ<ー>ネサンスと、ね、日本でロネサンスっていうんだけれども、うん、それが明治と,ちょっと似ているなんか自分の国になんかなんか物足りないところがあってそれをあの解決するっていうですねでフランスは一世も同じことをやってたので、うん、だから明治と使っていて何か面白い時代とね目治ってのと同じくこれからどうしますかという。うん そ,ういうそ,うそのその変化のところあの、はい、昔の形と新しい形の間のその部分がちょっと好きですなんかちょっと変わってるけれどもあなるほどだから日本の大正時代もね面白いと思いますけどあそう、ね、大正時代の服とかですね着物とあの制服の、まあ、洋服の合わせたものがあったりして、はい、特に制服例えばその前にあの、まあ、ちょっとマンジックな話ねどう <laughs> ごめんなさいけれども。いい なんだのう、電車の運転手の制服の変化があったですねあの対象の、対象から対象の最後まで日本輪、うんま、からうに少し切り替えていて、今はまあ洋,服洋服ですね。うん、だけど元はもう少し間だったからそれが面白い。うん、会話を想像するかな、まあ、少しだいあの、うん、これから会話、まだ会話しない。あ 会話する前になんか想像してどういうことを言われる、うん、どういう質問するかってその反応を少し前もって考えるとまあ役に立つかなと思ってまあ,<ー>あと目的あの目的で考えて例えばまあその人を誘いたいからその時に何と言えばいいかということを前もって考えてまあ練習するうん、うん、あとはそうですね流暢ってまあ,あ,あと僕はあの歌が好きであ,<ー>あの歌詞を覚えるというのはとてもいいかなと思います歌詞ですね うん、どんなバ,バンドっていうかどんな歌が好き最初は<う>、まあ、あウルフルズとかね、ウルフルズとか。あ,<ー>あ,あとエレフォントカシマシ、まあ、ちょっとロックっぽい。なるほど、いいかもしれない。うんうん、いいかもしれないですね。だけど始まるときはもっと簡単な、僕は最初は恥ずかしながらスピードという。あ、懐かしい <laughs> <の> それがあって、うんだからまあ今見てりは恥ずかしいけれども、懐かしいといか恥ずかしいですけれども、<laughs> まあ当時はですね新しい,いやスピードんのスピードの皆様に失礼だけれども、子どもっぽいところがある <laughs> あ確かにねねで,でも、私が簡単ですから、まあ、あのそれが良かったかもしれないかな、そうですでまあ、あと新しい文化に入ると、簡単なものから始まった方がいいかなと。 なるほどね。そうか、それはいいアイディアですね。へ、えー、え、でもじゃあ。あとはもっと昔にて、ね。あ、どうぞどうぞ。もっと昔に。ゃえー、あと演歌少し嫌いではないので、演歌というね、音が好きですので、養子、うん、行くぞとか。あでも先代の方ならしてるって。養子行くぞ。うん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 、私、うん、おじいちゃんっていうか祖父が演歌好きだったんですけど、私はあまり <laughs> 知らなくて。うん、でも きっと歌ったら気持ちいいと思いますよね。<laughs> ねあのビブラーとか、あーあーああああっていうのが。あと、吉田拓郎とかね、まああのそう演歌ではないけど、吉田拓郎とか、昔の詩の方がやっぱり意味が、あのー、通じるかなと思いますか。確かに意味がある。<laughs> <laughs> ね、気持ちもね <laughs>、うんうん。ちょっと深い気持ちがね歌詞に表れてるかなと思います。うん なるほどえだからやっぱり歌とまあその前もって前もってでも文法にもね単語を勉強するにも意味がありますけれども何よりも発音がそうですねあの日本語を勉強したい方にまあ皆様に言いたいは日本語の発音は意外と難しいからああいう絵は簡単だけどメロディーがやっぱりあのめず難しいですだから聞いて繰り返し した方がいいです、ね、僕がやっぱりみんなは簡単、簡単っていう嘘をついてて、実は簡単ではないです。<laughs> 日本のあの正しい発音、まあメロディイントネーションは難しいです。うん、だから外国人であの流暢に話せてる人が少ないと思います。僕も完璧ではないので、だからそれを本当は自分でも勉強していい、いやいや、大丈夫です。あのフランスで、フランス人として生まれたから、完璧な発音じゃなくても、<laughs> やる必要ないと思います。けどまあがんがん楽しみたい頑張りたいと思います。けど発音が難しいですが聞いて繰り返した方が絶対と思います。あの騙されないですね。あの発音は難しいです日本語は。うんうん、ん簡単に見えて難確かにね確かにあのイントネーションもそうだしな今ねよくそういうのを教えてる日本語の先生もいますよねなんかあの。 こう上がったり下がったりっていう一つあ例えば、あめ、あめとか、あーめとかこう,こういうやつもあります、はい、これもそうです。あった教えた方がいいと思いますね、できれば <laughs>、ね。マニアックにならなくてもいいけど、そういうのあるなということ分かればと思いますねで。僕は勉強した時はそれが全く知らないで勉強してて、ちょっと損した気がする。 大学で勉強したとしても、大学では教えなかったですね。あ、本当に、ああ確かに、それをやった方が良さそうですね。え、フランスは。あ、すみません。そうですね。うん、え、日本に来る前は、どれぐらいの日本語のレベルで、いらしたんですか。 そうですねいや1回目はゼロですね。で、2回目はやっぱりそうです。このいさつ終わらせたぐらいかな。あそっか、中級ぐらいって感じですかね。<laughs> じゃあ、レストランでもオーダーできるし。あー、まあ、レストランでオーダーできるは、まあそう。まあ、生き残るはそれは別に大丈夫、うんまあ。あと、そうです。できなくても、なんか楽しむ、うん、あの性格ですから。ああ、素晴らしいで、ね。僕らにとって、うん、あの、あれ。 東京のああれなんで、ね、の地下鉄に乗ったら全く読めないわけですね。ま、漢字とかですね。でもそれをなんかいやなんんかかや楽しんでたので、なんか別に困らん困らないから人に聞けばいいぐらいで、えーうん。でも人に聞ける日本語力しあるし、うー、うん、まあ、ど、まあそカの言葉でそうですね、やってたかな。あ そうなんだ。でもその楽しむ心って本当に大事ですよね。やっぱり一回、はあ、あ難しいなと思ってくじけちゃうと先進めなくなるじゃないですか。だから苦手だって思わずに、はあ、あ楽しい、面白いなって思えるのってすごい大事ですよね。私もそれ思います。でも海外に行ってその国の言葉で話しかけて頑張ってたら基本的な人はなんか優しく 何か反応する気がするけれどね。<あ>なんか間違った言語でもなんか、はい、ああ、頑張ってるからそうです、ね。それ応援する人が多い気がするんですよね。<ー>だからまあそれを利用して。素晴らしい。して今思いますねそうなそうです、すみません、すみません。さっきあのフランスは先生からその人格がーってお話があったんですけど、フランスは先生が日本語を話されるときとフランス語を話される時ときと フランスは先生のは人格っていうかキャラクターっていうかパーソナリティ的なものって変わりますなんかちょっと。ああ、そうですね。まあ、フランス人だからあまり変わらないところもありますね。変な冗談言ったりとか、<laughs> 皮肉言ったりとか,、ね <laughs> そか。へこれを止め、止め、止めづらいです。だから、止めようとしてるんですね。あと、初対面の時ですね。 あのそうです、ね、ちょっと驚くようなことを言ったりするフランス人だからね、はい、だ,らだけれども、日本人は、ね、やってはいけない、やってはいけない、驚いちゃうし、<や>わかんないかも。そうですまあと、そうです、そういうこと好きじゃない、そういうこと嫌いとかって言ったら、ん<ー>まあなんかね。 本当ああそれはちょっと、ね、困ったりします。あとあの日本語上手ですってかって言われたらまあいやそんなことないですとかって言わないといけないのがあ,<ー>あ,あの解するのに時間かかった、まあ、理解してたけれどもやっぱり文化の違いですっ、ね、てか少し抑えないといけないんだけれどもそう,そうですね抑えないといけないけれどもでもあんまりそうですねあんまり大丈夫ですよ、まあ、<laughs> <laughs> なんだけれども そうですね。でも、抑えると、なんか、それも面白くないかなと思って。そうなんですよね。そそれですよね。だその、私もそういうところがあって、あの、フランス語で喋るときは、何にも抑えないです。何にも抑えないで。元気な、元気っていうか、まあ、まあ、あの、よく愚痴を言うようになります。フランス語で喋る。 <laughs> でも日本人も結構ぐッ言ってる気がします、ね。そうそういつも地下鉄の時はあの周りの人がなんかその仕事でのなんか悪口言ってる気がするんだけども <laughs> 結構言ってます日本語でも言うんですけどフ <laughs> ランス語だとさらに抑えなくなる気がします。 で,まあでグッチの種類は違うんですね。その日本だとこの人は仕事できないというのが結構多いです。でもフランスで聞いたことないね。この,あこの人仕事できないって聞かないね。違うグッチですね。違うこと言ってる。だからまあテーマが違う,、ねう,んうんうん。いいことですよね。仕事できる、できないがあんまり気にならないっていうのは、やっぱり日本人ってちょっと完璧主義っていうか。 きちんとしたのを求めすぎるところがちょっとあるから、それが悪口になっちゃうのはあんまりね、本当はよくないんでしょうけど、<laughs> ね、とはいや、でも、でも、ひろこさんは今、一気ことを多分聞いてたけれども、そうで,すで,もでも人格で変わったんと思いますね。うん、あの、そうですね。やっぱり、その新しい言語って、新しい自分を作るきっかけになると思いますね。 できれば自分が好きな新しいあの人物を作る機っときっかけになると思いますので、だからそうそういう意味で前より少しまあ明るい明るくなったかもしれないですね。あまあそれがそうですね。もう海外にする,する住むってことはまあ難しいところがあるんですよね。うん、<laughs> なるんだけれども、でもそう自分の選んだことだからまあそうですなんか明るく楽しく、うんうん、あとそうですねあのまあき 今でもね、まあ、何年10年以上経ってるけれどもなんか分からないことがあってそれがちょっと楽しいですねなんか普段の生活の中でも、うん、いやまだ何これとか、まあ、理解ができないのがちょっと楽しいと思いますから,そ,うです、ね、からそれに対してそうです、ね、自分が明るくなった気がしますねうん、うん、あと声,そう声の話し方は日本の男性は結構低い声で話する人が多い気がするけれども いやいや、でも本当キャラクターも作る人いますから、うんうん、キャラクターも作る人います。例えば会社では明るくて、うちではなんかこう静かとか、結構作る人いますよ。<ー>うんうん、それは確かに本当です。<ー>本当、本当、うん、真実ですよ、それは。そう私はそれが苦手なんだった。 私はできなかったっフランスに来て <laughs>、うん、解放されましたよ。フランスに来て本当に解放されて、日本に帰るのが逆に怖いですね、私。ちゃんと抑えられるかどうか心配 <laughs> です。あまあ、でも逆に僕は、まあ、ここに住んでて、まあ、嫌われることはあまりそ恐れてないんです。大丈夫ですけど、うんあ。素晴らしいですね。そううん ううんそう、ねうん、そうだからその、まあ、あと繊細もそうですでも、まあど、ね、新しい自分の作るきっかけになりますからまああの日本語を勉強した方ほうが、まあ、あと英語とか何でもいいけれどもやっぱり勉強した方がいいかなと思います。す言,言葉は誰かと話をするだけではなくても自分と話すっていう目的があると思いますのでいいと思います。 わお、素晴らしいですね。あの、やっぱり、あの、海外のね、っていうか、その自分の国以外の文化とか言語に触れると、<は>かなり考え方もね、柔軟になる<あ>はい、じゃあ、じゃじゃ,じゃあ、りがとうございました。Merci beaucoup、はあ、りがとうございました。Merci beaucoup、ヒロコ。ファ先生。おばあさん、ありがとう。ありがとうございます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 。ありが